2024年の10月の10日、最近ダイエット始めたんですが、まあ何日か食べる量を減らすと、その減った量が普通に感じて、別に辛いとも思わなくなりますよね。まあ逆に多く食べてる時も習慣で食べてるだけで、必要じゃないのに食べちゃってるっていうことなんでしょうね。まあ今年はギャップイヤーっていうことで無職の生活してるんですが、考えてみたら無職って暇な時間が多いから食べる量は増える傾向にありますよね。仕事だったら仕事しながら食べるってなかなかやらないと思うので、今日は有名なプリズンブレイクをアマゾンプライムで途中まで見て、まあいろいろなところで褒められてるだけあって、実際面白かったですね。まあ続きの展開が気になって見続けられるっていうのと、脚本の筋書きで明らかに無理なところっていうのが、日本のドラマとか一般的なドラマと比べて少ないのが、まあアメリカの脚本力の高さってことなんでしょうね。なんかアメリカの場合、大学でその脚本の専門のコースがあったりとか、その脚本を矛盾なく書くにはどうすればいいとかっていうのが、プロの職業としてかなりシステム化されてるらしいんですよね。アメリカの刑務所ものあるあるだと思うんですが、結構その囚人捕まってる人たちがわりかし自由にしていて、頼むとどこかから物を仕入れてくれる人がいたりとか、その管理してる人に組織から賄賂を送って特別な特権が与えられてる人がいたりとか、実際そんなもんなんですかね。まあ日本でちょっと話題になった特殊詐欺の集団がフィリピンで捕まってるみたいな刑務所の報道でも、なんか刑務所内でスマホ持ってたりとかあったりしたので、実際世の中の刑務所ってそんなもんなんですかね。今日は株のトレードとしてはプラスで、まあ最近の反省で余計なトレードをしないっていうのが良かったのかなっていうふうに思いますね。今年の2月ぐらいから個別株のトレード始めたんですが、改めてその何をやらないかっていうのがすごい大事だなっていうふうに思いました。直近で負けてるのも日ばかりで、その日のうちに決済しないといけないっていうポジションを逆張りで打ったりしてたので、確かにそう考えたら勝つ難易度高いっていうのと、そもそも今まで大きく勝ったのが精度売りで待てるポジションでしたからね。大きく勝つっていう攻めの姿勢と、余計な損を出さない守りの姿勢で分けるとしたら、守りの姿勢って常に必要なんですよね。それがなかったらどんどん失われていってしまうので、逆にここぞっていう勝ちのパターンはその人の視野の広さにもよるんだと思うんですが、まあ自分の場合毎日あるわけじゃないので、そう考えたらより守りが大事ですよね。ニュースとしては、ネットフリックスの利用料金が月額790円から890円に値上げされたという報道がありました。まあ990円でも NHK の受信料より安いぐらいですし、まあ NHK で見たいものがほとんど普通の人はないのと比べたら、大体の日本人って NHK との比較で動画のサブスクサービスが割安に感じやすそうですよね。以上です。